皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は12月15日土曜日、エ、えー、フェボーおじさんのね、えー、1年に一度のライブの、えー、当日、早朝でございます。ということでね、皆様方も、えー、この土日はね、音楽残昧の素晴らしい2日間をね、お過ごしいただきたいと思います。えー、さて、本日のね、新規発投稿は、MRN1080071 さんからのね、新規発投稿ギター用のね、ボードでございます、えー。直列ボードということでね、チューナーの後にですね、えー、定番の BD2、ブルースドライバーなんかがありますけれども、今回のね、注目はですね、左端の2台ですね、 えー、これちょっとハレーションでね、こう1台見えなくなっていますけども、f フおじさんにはわかります。えー、TC エレクトロニックのですね、えー、これアナログタイプのね、スカイサーファーリバーブっていうですね、リバーブですね、えー、今ね、店頭にあの全22機種出てですね、結構お店に並んでいますので、しかも、 料金っていうかね、価格がですね、えー、このスカイサーファーリバーブについては5800円っていうことでね、ものすごい安いんですよね、えー。ぜひともね、どんなサウンドするのかね、お店でチェックいただきたいと思います。えー、それからね、左端のね、フラッシュバック。これね、えー、ちょっとロゴを見ていただくと分かる通りですね、デジタルディレイの名機のですね、ミニ版ですね。で、今回ね、このフラッシュバックのミニにですね、えー、トーンプリントという機能がついておりましてですね、えー、アプリをダウンロードしていただいて、えー、ギター、それからフラッシュバック、アンプっていうふうに繋いでいただくとですね、えー、このアプリ経由で世界中のですね、 プロが作られたシグネチャーサウンドっていうんですかね、それをですね、ダウンロードできると、このフラッシュバックミニの方にですね、それがすごくね、簡単な、やり方が簡単ですので、こういった機能がですね、このミニタイプの中に含まれているっていうのもですね、すごいなと思いますよね。で、筐体がやっぱりね、他と見比べても小さいので、ボードに組み込むときにね、すごくね、小スペース化で役に立つと思います。ということでね、いろんなエフェクターがね、こう出ておりますけれども、ぜひともね、お店でね、試奏していただいて、最適なね、エフェクターを見つけていただいて、ボードに組み込んで、また F4 にね、投稿いただきたいと思います。 ステッカーを送りましたのでね届きましたらまたねボード変化しましたらエフェボーに投稿いただきたいと思いますありがとうございました